お元気ですか、ボクシミです。今回は究極の函館カレーを食べていきたいと思います。それではね、皿に盛り付けていきたいと思います。はい、食べていきたいと思います。見た目はね、どっちかっていうとね、なんかどっちか濃い黄色系のねカレーかと思います。これね、なんか北海道産のね高級質ポークを使用したというカレーでございますね。ポークカレーでございますね。で、豚肉好きな方にはねたまらないカレーじゃないかなと思います。じゃあ早速ね食べていきたいと思います。なんかね、香りはねあんまりね感じなくてね、やっぱりね目立つのはね、やっぱり具がね、レトルトカレーにしては結構ね大きめな感じがします。そう、豚肉もね思ったよりもねちょっとね大きくてね、結構なんかね本当になんか昔ながらのカレーっていう感じがしますね。もう一つ食べてみたいと思います。これね、これ豚肉でございます。で、これが人参で、で、これじゃがいもでございますね。食べて、ではもう一口いただきます。やっぱりこれはどっちかというとね、なんかイメージとっては昔ながらのカレーっていう感じに近いでしょうかね。まあ昔って言ってるかね、どのような昔かはねちょっとねご想像にお任せしますけどね、まあちょっとハイカラ的なカレーって感じでしょうかね。で、これもしよかったらですね、この究極の函館カレーのねレトルト動画食べ、レトルトをね、カレーを食べてみてはいかがでしょうか。ごめんなさいね。レトルトカレーでございます。またね、お金がありましたら、こういったね、カップラーメンもそうですけどね、レトルトカレーもね、動画出していきますので、よろしかったら見に来てください。よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。